81型はポーランドの首都ワルシャワを走るワルシャワ地下鉄で運用されている地下鉄用電車。ソビエト連邦及びロシア連邦の鉄道車両メーカーで製造された車両で、無一式回製造工場製の車両は81から717、714型、ワゴンマッシュ製の車両には81から572、573型という、 形式名でも呼ばれている。ワルシャワに地下鉄を建設する計画はすでに1920年代から立ち上がっており、路線の詳細な経路も検討されていたが、当時の技術不足に加え世界恐慌や第二次世界大戦による被害などの世界的な情勢により中断を余儀なくされた。終戦後もソビエート連邦側の意向により建設が再開されたものの、 その後も1960年代の長期中断なども影響し、工事は父として進まなかった。だが1982年、当時のポーランドで拡大していた反ソ連感情を抑えるという政治的な意図もあり、ソビート連邦は車両供給を含む建設の支援を発表し、同年12月23日にポーランド人民共和国国家評議会は、 ワルシャワ地下鉄の建設の決議を下した。しかしそれ以降のポーランドの経済危機により工事はさらに遅れ、最終的に地下鉄が開業したのは1995年4月7日となった。このワルシャワ地下鉄の開業時から活躍を続けているのが81型と呼ばれる車両である。81から717.3、714.3型開業に先立ち、 無意気シの無意気シ機械製造工場によって製造された車両。ソ連各地の地下鉄に導入された81から717、714型を元にしており、台車はワルシャワ地下鉄が採用した標準機に対応している。編成は先頭車の81から717.3型、中間車の81から714.3型で構成される。 1982年の契約時には90両を導入する予定だったが、ポーランド側の財政難もあり、最終的に10両が導入された。1989年に製造され、翌1990年にワルシャワに到着したものの、工事の遅れにより運行開始は1995年となった。81から572、573。 型蒸気の81から717、714、型だけでは、開業時に必要な車両数に到底足りなかったため、導入された形式。西側諸国の鉄道車両メーカーと比較し非常に安価な車両価格を提示した、サンクトペテルブルクのワゴンマッシュに発注された。外見は81から717、714、型と同型だが、耐火性が向上したほか、 運転室には換気扇による強制換気が行われている。編成は、戦闘車の81から572系、中間車の81から573型で構成される。1994年に最初の32両が導入され、81から717.3、714.3型と共に3両編成を組み、 1995年の開業に備えた。また同年にも18両の追加発注が行われ、セントラム駅への路線長が行われた1998年から編成の拡張及び編成数の増加が実施された。さらに2005年には編成を6両編成に延長するための中間車30両の発注が行われている。なお、81から717.3。 714.3型及び開業時から1998年まで導入された車両については2005年から2007年にかけてポーランドの鉄道車両メーカーであるペーサによって更新工事が行われガラスや床、手すりが交換されたほか運転室内部の騒音抑制が図られている81から572.2 573.2K1998 年に発注し、2000年から2005年にかけて導入された編成は、フランスアルストムが手掛ける地下鉄用電車のメトロポリスを採用していたが、2006年以降の編成増備は再度はゴンマッシュ製の車両で行われることとなった。これらの車両は従来の車両から全面形状が大きく変更され、 サンクトペテルブルク地下鉄などに導入されている81から540.2、541.2型と同型のデザインとなっている。追加発注も含め2009年までに6両編成7本が導入されている。この車両をもって81系の導入は終了し、その後の車両増備はシーメンスとネバグが手掛ける地下鉄用電車のアンスピロによって行われている。ありがとうございます。